ケイスタイル4周年おめでとうございます。毎年コヌです。僕にとって2015年は韓国でもコンサートやったし、日本でもコンサートツアーもやったし、毎年にとって、日本で発売されたアルバムがデイリーオリコン1位になったし、めちゃくちゃいい2015年になりました。皆さん本当にありがとうございました。そして2016年は1月30日僕の誕生日に僕のソロアルバムを発売するし、この後は毎年がコンサートライブツアーもあるし、めちゃくちゃ僕も今期待している2016年です。2016年の1月30日僕のソロアルバムが発売するから、皆さんもぜひ期待してください。このアルバムは僕が全部プロデュースしたアルバムで、皆さんもぜひ楽しんでください。My name, Konuでした。